来年春の北陸新幹線開業に向け、金沢の魅力を写真で発信しようと撮影会などが行われました。そこにはある狙いがありました。その狙いとは。先月27日、金沢であるセミナーが開かれていました。参加しているのは旅館やホテル関係者、出版社などで働く26人。一体このセミナーとは。広報担当なので、チラシとか作るときに写真とか。新幹線の開業もありますので、それ観光なんかの、雑誌もやってますので、そういったところに行かせればというふうに思ってます。来年春の北陸新幹線開業に向け、観光業界で働く人の広告 PR 力のスキルアップを目的とした今回のセミナー。金沢の観光地の魅力を写真で伝えることを学ぶと同時に、改めて金沢のことを知るきっかけにしてもらおうという狙いがあります。金沢の住民でも気づかないような景色であったりとか、気づかない場所であるとか、金沢を再発見する、あの大変絶好の機会になったと思います。セミナーの講師を務めるのは写真家の小林元幸さん。ニューヨークの広告代理店が選ぶ世界の優秀写真家に日本人として唯一選ばれました。最近は人気アイドルの撮影を手掛けるなど、東京を拠点に幅広く活動しています。さらに去年、写真部の女子高生を主人公とした映画東京シャッターガールの監督も務めました。この日は映画の原作者である漫画家桐木健一さんの姿もありました。普通引きで撮るとパワーのない写真になっちゃう。でもたまに近づいてあげたりして、結局遠くでもずっと見てるんだよっていう心をすごく通わせるようにすると、引き絵でこう生き生きとしだす風景と一緒に一体感になってくる。モデルを生き生きするには心と心を通わせるってことなんだよね。写真の撮り方や構図、モデルへの接し方など興味深い話に受講生たちは真剣な眼差しで聞き入ります。今年7月、セミナーの準備のため小林さんは金沢の観光地や路地裏を回り、シャッターを切りました。東京の写真家から見た金沢の街はどのように映ったのでしょうか。金沢の人の心というか人情というか、そういうのというのはやはりこういう風景があって、こういう風景の中で育ってるから出てくるんだなとか、まだまだもっと深いところ見てみたいですけど。金沢の人と街に魅了された小林さん、この日は金沢の高校生を被写体に広告になるような撮影を行いました。結構だんだんこうやってうちにできるようになっちゃうから不思議だよね。はい、終わりです。行きましょう。粘った。ちょっとふーっとこっち向いて、そうそうそう、はい、で、はい。こんなに枚数取ることないです。地元の人でも知ってそうで知らない金沢っていうのがちょっと今回撮りたかったんですね。風の音、川の音、セミの声、なんか金沢って風と音がある街なんじゃないかなと思いました。金沢に住んでいるから近くて見えない金沢の良さ、セミナーではそんなところを気づかせてくれます。本当は金沢の魅力って言いますけど、人だったり風景よりもそういう心尽くしだったり、なんかそういうちょっとしたところにあるんじゃないのかな。人の気がつかないふっといいところって隣にあったりするんじゃないですかね。また小林さんは金沢の魅力を写真で表現するワークショップを開催。東京や大阪の写真愛好家も参加し、制服姿のモデルを被写体に撮影会が行われました。みんな光を見てちゃんと撮ってるね。これ可愛い。
普段はね車とかで移動することがほとんどなんですけど、うん、こうやって直に歩いて見ることってないん で、 今日もなんか東京の方がいらっしゃったりしてて僕らの知らないところを発見してたので僕らもちょっと勉強になったなっていう感じで、金沢の良さを全国に発信できるように金沢にゆかりのある写真を誰もが投稿できるウェブサイトも開設されました。新幹線開業で近くなる首都圏との距離、市では街歩きを目的にした観光客や写真愛好家などの誘客に照準を合わせます。プロの写真家を招いての撮影会、金沢の情報発信とともに改めてその魅力を知るいいきっかけになったようですね。ワークショップは今月24日にも行われます。特集でした。